スターティングチームご紹介いたしましょう。まずはホームのカターレ富山、ゴールキーパー中川、そしてディフェンスは中田、堤、浜野、西野が入っています。ツートップは長谷川と石田が入っています。そしてリザーブには怪我から上がってきました、昨シーズン新人王になりました木本がメンバーに入ってきています。そう、広瀬監督が、そしてアウェーのホンダ FC 白のユニフォーム、ゴールキーパーが中村、池田、阿部、石、牧野、鈴木と新田と吉村が入っています。リザムはご覧のメンバーです。石橋和正監督が引きます。さあ、まもなくキックオフを迎えます。カターレ富山対ホンダ FC、 前半45分がスタートいたしました。右を選択します。さあ、から吉村から縦に上がってくる、後ろから牧野がクロス上げてヘディング、あっとシュートはもう合いませんでした。さあ、さあ右フリーになっている中には2人入ってきますが、さあここはしっかりマークをついていると、さあかわしてくるか、低いボールフリーになってくる本田、どうだ、かわして左足、うーんとブロックした、似た、危ないところまだピンチです。カタール富山なんとかこうクリアしました。バックパスで回しているのが本田 FC です。そして縦に抜けてくる、これが新田です。さあ新田シュート打ってきた、危ないところです。11番の鈴木光大ですね。そうですね、やはりその波に乗っているでしょう、さあここシュートシーン。さあ少しずつ前線でのディフェンスが良くなってきています、カタール富山。渡辺クロス上げるが、おっとシュート性のボールか、これはタッチはあります。本田 FC はディフェンスの方はあれですかね、攻めになると、まあ、3バックみたいな形になりますね。そうですよね、うん、はい、必ずサイドバックですよね、はい、だもう高い位置まで必ず、攻撃参加してますね、はい、さあカタールのチャンスシュート、さあ思い切ってここはシュート打ってきました。10番の上園です。そうですね、カタール富山が得点のチャンスが生まれるということですね。さあ直接来たか、クリアです。さあなんとか駆け出してきました、カタール富山のディフェンス。さあ3番をつけるのは堤ですね、堤のヘディングでクリアです。さあまだ本田がチャンスを迎えるが、クロス上げる、さあここでどうだ、さあシュート2ターン、あーっと決まってしまった。本田 FC 新田の通算11ゴール目を与えてしまいました。本田 FC が1対0と先制です。てますよね、はい、ただここまであのサイドえぐられてますんでね、はい、そして新田のボレーシュート、まあ、アイスクールシュート、ね、そうですね、オーバーヘッド気味のシュートですよね、はい、あの辺がやっぱり得点王っていうんですかね、はい、やっぱり乗ってるそうですね。中田が競り勝って左サイドから上がってくるか、さあ前を向く石田、長谷川後ろに下げて、上園からいい展開ですね、朝日フリーになる、さあ朝日ドリブル仕掛ける、左足でシュートします、おっと決まった、カターレ1対1同点に追いつきました。やはりこの男7番をつける朝日のドリブルからの同点ゴールが決まって1対1、右サイドに止まって左足のシュート、これ一旦点数シュートだったんですかね、選手に変わってる感じがしますね。スルーをしてもっとトリッキーなプレーでシュート打っていく、決まったー、カタール富山1点通過して2対1、渡辺のシュートですね。そうですね、気をつくあれですよね、フリーキックですよね。そして後ろからのシュート、逆転に成功しました、カタール富山。いい形ですよ。さあまたこちらは渡辺クロス上げてきたか、右足惜しい。さあ阿部がドリブルで上がってくる、そして池田から糸数から裏へのボール、鈴木オフサイドありません。さあエリアの中入ってシュート打てるか、さあディフェンス者堤、さあまだここはシュート打ってきた、あっそうオンゴールですかね、決まってしまいました。11番をつける鈴木光大、鈴木光大選手のシュートによって2対2の同点です。さあここ抜けてきてオフサイドなかったんですね、堤選手はちょっと頑張ったんですが、ここは、浜野選手にちょっと当たって入ってしまったような感じでしたね、当たった感じしますね、
で前半終了のホイッスルです。カターレ富山対ホンダ FC の一戦、前半が終了して2対2です。さあ後半はカターレ富山のキックオフで後半45分今スタートいたしました。渡辺選手のゴールというのもありましたね、まあ、さあ渡辺さんが渡辺のシュートディフェンスに当たります。おっとシュート、いやー惜しいところ。後半始まってまだ1分、もう一度見てみましょう。渡辺のシュートしてこれうまく反応していました。もうキーパーと1対1でしたね。そうです。さあリスタート、松尾の左サイド石田、さあ石田をつく、さあ石田かわした、うん、さあチャンスになるか、さあまだボールキープする、右足惜しい。いやさあもう一度見てみましょう。もう一人かわしてここでのシュート、まあ、いったなんか左サイドからさあドリブルで仕掛ける、さあこれについているのは西野、さあ危ない左サイド、さあここ来たか、スピード乗ってきた、さあクリアできるか浜野、ここはタッチを割り、さあ早いリスタートから本田 FC、 吉村さあ抜いてくるか、右サイド突破されるか、クロス上がる、ヘディング、危ないゴールポスト、いやー今完全な不利な状態でしたが、そしてまあ栃木にね、まあ、負けなしできたっていうのが大きいですね。はい、そこはまあ選手も自信になるんじゃないですか。はいはい、これはちょっと危ないシーンだったんですね。そうですね。こういうところなんとか失点をね避けたいっていうところがありますね。さあ縦に送る石田が走る、ヘディング、このセカンドボール奪いたいカタール、さあボールをキープする、このジャムから朝日のクロスシュート、惜しい。いやーやはりカタールの方は。さあ朝日からのクロスボール、ニアサイドを飛び込んだの前、そして石田がキープ、右サイドフリーになっている。そうです、ね、さあ西の近くに朝日がいます。さあ中央に走ってくるのは石田、そしてフォアサイドに長谷川が入ってくる、さあフリーになってくる、クロスサイドニアサイド、長谷川が飛び込みましたが、これはコーナーキックをもらいました。ヘディング、セカンドボール、うんとここ奪いません。さあもう一度こう浜野、キャプテンマークをつける浜野がボールを奪いました。そしてここからどうする、いいボール、フリーになった、長谷川の右足、いやー惜しい。さあここからですね、神園はやっぱりあそこのバイタリエリア確か3対0で勝利しているので、まあ、カタール今第7位となっていますが、このカタールが負けてしまうと、まあ、その上を行かれてしまうそうですね。さあ本田のチャンスなんですが、中川セーブした。いやー今1対1、新田のシュート、中央でもらえるのが渡辺か、その渡辺の頭越え、長谷川どうだ、ヘディング流した、チャンスになるか、石田どうだ、右サイド、ゴール前人足りませんか、ね、ゴール前いませんね、石田一人でシュートいっています。いやー今ゴール前ちょっとね、味方10番をつける神園選手に代わりまして、17番をつける木本博拓選手が入ります。差がないと、はい、いうのはあの非常に、まあ、魅力ですし、はい、あと、まあ、11番をつける鈴木選手に代わって早崎選手が入りました。さあカターレのチャンスになる、その木本中に入れる、さあ中盤で奪ってどこに出すのか、いいですね、裏を取りました木本、さあ木本クロスで入れる、いや今のもいいですね、いいもらい方。そして影山選手ですね、16番をつける影山選手に代わりまして5番をつける長山選手が入りました。13番をつける長谷川選手に代わりまして中富選手が入ります。19番の柴田選手に代わりまして6番をつける田坂雄二選手が入りました。さあスローイン、カタール富山中に入れる、さあどうだ、長富打てるか、右足とディフェンスに当たってコーナーキックとなりました。やっぱりありますね、はい、さあ見ましょう、キープしてなんとかシュートに来ましたけど、さあそして本田の方はエースナンバー9をつける新田純也選手に代わりまして23番の川島大輝選手が入りました。このまま引き分けということになれば勝ち点1がプラスされるということですね。そうですね。ここで試合終了のホイッスルです。カターレ富山対ホンダ FC の一戦、2対2の同点です。